ショータイム。ショータイム。ニトリのユージンヤです。T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、はい、前回に引き続き、うん、ソシオニクスのお話を、はい、めまいさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。で、前の動画で、このソシオニクスと MBTI の違いは、うん、MBTI は4つ、うんうんうん、主機能、第2機能、うん、第3機能、うん、劣等機能っていう説明しかなかったけど、うん、ソシオニクスでは8つある8つあるよと、うん、っていうのを学びたいかと思っております。はい、モデル A の8つの機能っていうのがあり、モデル A とはソシオニクスの理論で、うん、簡単に言うと心がどういう仕組みでできているかを表すモデルであると。モデル A では心を8つの機能の集合として考えますと、うんうん、ファーストが主導する機能ですと、うんうん、左上ですね、うん、この部分ですね、うん、でセカンドは想像する機能ですと、うんうんうん、ですぐ下に降り右側のここですね、うん、ここが規範の機能ですと、サード、はい、で左に行き脆弱の機能がフォースです、うん、はい、で次また右側に行きフィフス、暗示された機能、で次また左に行きシックス、これが動員する機能、うん、で下に行きセブンス、うん、無視された機能、うん、でエイト、エイトスって読むのかな、うん、証明する機能で、先ほど、まあ、私とか SEE って出たんですけど、うん、ソシオニクスではこの外交感情とか、うん、そういった8つの機能が全部ここに当てはまるっていうことですね、うんうんうん、はい、っていう8つを使いますよと、はい、ではなので、モデル A のファーストっていうのは左上の機能で主導する機能、うん、いや中心となる機能で目立ち、さらに自信があるものだと、うん、それがあなたの心のリーダーだと考えると分かりやすい、うん、葛藤がある場合に最終決定をするのがこのリーダーだと、うん、で欠けては困るので、その危険が起きた時に優先的に守られるものだとされています、うん、で次セカンドが想像する機能ですと、うん、この第2機能はモデル A の右側の機能で、想像する機能クリエイティブファンクションですと、うん、主導する機能を補佐するいわば副リーダーであり、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事ですと、うん、主導する機能に比べると自信がなく控えめ、うん、仕事を任されすぎるとストレスを感じる、うん、新しいことには強く創造性に富むが一貫性が欠けており、要はブレやすいと、うん、ブレないリーダーがいて、うん、ここにいろんな情報をパパって伝える人がいるっていうことですね、うん、でそれぞれ人みんな全てがそれが違うってことですね、うん、リーダーがいて役割がというか、それをも得意、そこの場所にいる人が違うみたいな、違うっていうことですね、うんうんうん、なるほど、うん、って考えるとなんか面白いんですよね。なんか僕の中で心の中に8人の人がいて、あのアニメみたいですね。ああ、うん、インサイドヘッド、インサイドヘッド、はい、あれは4人でしたね、うんうん、はい、でもああいう感じでなんか各所に人がいる感じで配属されてる感じ、うん、はい、でモデル A の第3機能が規範の機能と言われていますと、はい、規範の機能ルールファンクションだと、うん、自覚のある短所の一つ、うんうんうん、新しい場面に弱く自信もないのですが社会的な場面では適応するために頑張ろうとします、うん、またピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのもこの機能ですが、いかんせん弱いので常に攻撃を恐れてビクビクしています、うん、と言われています。このルールとすると分かりやすいですね、うん、はい、でモデル A の第4の機能が脆弱な機能ですと、うん、ここに脆弱が来るんですね、4番目に、うんうん、最大の短所で強い苦手意識がありますと、うん、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスにも疎いです、うん、全く自信がなく、うん、使用するだけでストレスを感じます、うん、基本的には使用を避けようとしています、うん、なるほど。で第5の機能が暗示される機能は、自信があるとかないとか以前にその発想はなかったと思うほどに欠けていて、うん、
意識することがない。自己実現のために必要であり、うん、この機能について話し合うことは極めて有用ですと、うん、社会的なニュアンスにも疎いので悪用されないように気をつける必要があります、うん、ちょっとなんか探っていくと面白いですね、うんうんうん、なんでこれは、まあ、来週以降、うん、次回以降でその1回対象何でしたっけ IEI、うん、私は SEE、うん、なのでこの8つのところに、うん、当てはめて考えてみましょうか、うん、次の時に、はいはい、で第6は動員する機能ですと、うん、自分の行動に強く影響を与えているのですが、うん、自分あ強く与えているのがあるんですね、うんうん、自分にはよくわからないため、うん、これを主導する機能に持っている他者から学ばなければなりません、うん、未発達ではありますが日常の簡単なことなら十分この機能を使いこなせるようになりますと、うんうん、なるほど。なので二等兵は、うん、この機能が主機能の人をお呼びして、うん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 、どんな行動してますかと参考にする。もう動画がたくさんできますねうん、うん、なるほど、うん、これは嬉しい、うん、動画がたくさんできる。なるほど。で第7一番下の左側ですね、うんうん、は無視された機能、うん、ここはブレやすいことを除けば十分に発達していますが普段は抑圧していますと、うん、望まないコミュニケーションの際には自らの主導する機能を守るために活発化することがあるが、うん、この反面無視された機能は悩みの種となりますと、うん、要は普段は抑圧している、うん、望まないコミュニケーションの際に主導する機能を守るためにここが出てくるってことですね。うん、面白いですねそこが何かを一つずつ探っていくけるって話ですもんね。これは掘りがいがあるうんうん、うん、なるほど、うん、ハイの人さんがね、うん、ファーストが主機能、うん、セカンドが補助機能、シックスが劣等機能、うん、あ第三機能で、うん、フィフスが劣等機能なんですって。うーん、 MBTI だと。なるほど。1,2,3,4 ではなくて1,2,3,4ではなくて、うん、1,2 はそうなんだが、うんうんうん、第三機能とされているのが、うん6だと、うんうんうん、動員する機能だと、うんうん、フィフス、うん、5番目暗示される機能っていうのが、うん、自信があるとかないとか以前にその発想がなかったって思うやつ、うんうんうん、要は僕が、うん、恋愛って数値化するの、うんうんうん、その発想はなかった、うんうんうん、1と10しかないの、うん、いやその発想はなかったってやつですね、うん、でそこが劣等劣等、うんうんうん、ここで4番目の劣等って書いてありましたよね。違いソシオニクスで言うと、うん、4番目が脆弱。あ、脆弱。脆弱、うんうん、最大の短所で強い苦手意識がある、うん、うん、あだからそれを劣等って感じたけどそうじゃない、そうじゃないってことですね、うんうんうん、なるほど面白い、うん、最後8、うん、8が証明する機能とあります、うん、この証明する機能というのは主導する機能要は1と同じぐらい強くて発達した機能なのですが、うん、同時に最も無意識の深いところに沈んで無自覚な機能でもありますと、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚するとことはできないかもしれないと、うん、また背後で世界観を形成するのもこの機能ですと、うん、なるほど。なのでめまいさんが色分けしていたんですね、はい、なのでこのちょっと強弱なのでちょっと分かりにくいかもしれないんですが、うん、1と8が濃いんですよ、うんうんうん、で2と7が2番目に濃い、うん、で3と6がその次で4、5が一番薄かったんです、うんうんうん、要は意識無意識ではなく強弱っていう意味ではそれがあるのかもしれないですねっていう、はい、これは面白いですね、うん、もう今自分のやつを当てはめたくてしょうがないです。わかります、はい、自分はどこにどうなってんだろう、どこでどうなってんだろう、うんうん、でこれはもう MBTI ではないので、うんうん、私は SEE です、うんうんはい、この素子を作ったのは、うん教員養成系の心理学の先生なので、うんうんうん、ハンデに対してプラス思考と、うん、要はハンデがあった時に、うん、ほら分かったってことは変えれるでしょ、うんうん、変えましょうよ、うんっていう方なんですかね、うん、はい、っていうと僕はそういうのが大好きな人なので変えましょうって、うんうんうん、
っとあの鴨頭が出てくる変えることができるんですって、はい、っていうのをまああの次から、はい、ここではまず一旦隊長と私の8番目までを作り、ちょっとあのそうなんですね、合ってます合ってませんみたいなやっていこうのをやっていこうと、だからまあ順番にってことですよね。そうですね、16タイプ、はい、で16タイプまた、まあ、MBTI でやったそのコミュニケーションのヒントをやるっていうのも続けながら、またこの各タイプをお呼びして、どうですかねっていうのもやりたいですね、はい、まあ、全部来るといいですけどね、全部できるといいですね。16タイプがいるかどうかって話ですね、はい、そこはちょっとまたこのチャンネルが試されている偏りがありそうじゃないですか。そうなんです、そうなんですよ、うん、強者が来るかどうなんです、うん、要はここで言うと ENSP とか、うん、なんかそういう人たちがいるかどうかですよね、うんうん、他人、ねるちゃん、他人に対しては変えられる機会だね、こうしていくといいねって言えるけど、自分に対してはダメじゃんって思っちゃう。あ、ねるさんはそういう人なんだ。僕他人に言おうなんて思わないですもんね。他人に言われたら変わらない。あ、この人は、この人はそう、この人はほんとそう、はい、うん、自分でこうだって思わないと変わらないみたいな、はい、ほんとそう、うん、はい、僕は結構他人、うん、好きな人だったら、うんうん、そうなんですねって、あ、特にね、権威とかね、あ、その辺はまあ知識的な部分で、はい、まあ、この人が言うんだったら大丈夫かなっていう感じで信じることはありますけどね、はい、うん、僕じゃ無理です、僕レベルじゃ無理はい、うん、で、まあ、あのねるちゃんも機会があれば、はいなんだよって、うん、って思いながらですね、うん、今日はこのモデル A の8つの機能というのをやりましたが、うんうん、はい、面白いですね。なので皆さんもですね、このめまいさんのブログ、うん、今紹介させていただいたモデル A の8つの機能っていうページの下の方に行くとですね、うん、各タイプのこの8つに分類したものが分かりやすく紹介されているので、うんうん、その、あ、自分はそうなんだねっていうのを、うんうんうん、実はこの8番目が弱いわけじゃなくて、うん、実はめっちゃ強いんだと、うんうんうん、例えば私で言うと SE、うん、あ、そうです、外交の感覚、うんうんうん、そうですね、僕は外交の感情と外交の感覚がめっちゃ強い、うん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 、分かる気はする、はいはい、っていうのを皆さんでまた、うん、引き続き学んでいければなと思ってます、はい、うん、めまいさん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、引き続きよろしくお願いしますと。というところで今日はこの辺で、はいはい、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。